ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日は日産リーフの車内でそのペヤング焼きそばを作って食べたいと思います。それではですね、ポータブル電源のと、あとそれからポットですね、湯沸かしポットを接続します。ポータブル電源のスイッチオン。で、水を入れます。このぐらいかな。中は水が入ってます。それではですね、ポットの電源をスイッチ入れます。その間に開封していきたいと思います。久しぶりですね、ペヤングは。一番最初の私の、動画でですね、このペヤングの大盛りを食べてみたなんていう、そんな動画も上げてますので、もしよろしければ、過去の動画ですね、一番最初に作った動画ですけれども、そちらもまた合わせて見ていただければと思います。薬味にソースですね、火薬を先に入れていきます。沸くの早いですからね、これ。すごい早く沸いてしまいますので。もう沸騰し始めてますね。リファールよりもやはり時間はかかりますけども、それに負けるともね、勝るとも少し劣るぐらいで、もう大丈夫です。どうしますね。じゃあスイッチを切ります。切れてしまいました。それでですね、お湯を入れていきたいと思います。熱々。あ、ちょうどいいですね。これで3分待ってソースを混ぜていきたいと思います。はい、これ3分経ってお湯を切りましたので、ソースを入れていきたいと思います。いい匂いです。久しぶりのペヤング。もう1年ぶりですかね、そのぐらいだと思います。
ペヤングのあの焼きそばソースですね。それはですね、スーパーで買ったことありますんだけど。スパイス。青のりと、それではですね、いただきます。美味しいです。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。マイクでした。